ボンジュー、3日目の朝です。ハリヒの日、カンヌに来ております。ボンジュー。なかなか気持ちがいいですね。すごい。今日のカンヌです。これ今からこの坂を上がり続け、10分ぐらい、5分ぐらいかな、この坂を上がり続け、その先にあれがあります。毎日すごい運動量なんですよ、実は。で、私はバカだから高い15センチの厚底ヒールだけしか持ってこなかったし、運動靴を買うにも20ユーロとかするから、日本円で言うと3400円ぐらい。20ユーロってそんな、ただのさ、旅だけのスニーカーに3400円もかけるのバカじゃない？日本だったらさ、100均にもそういう服って靴って売ってんじゃん。だから今日はひとまず、何の話してたっけ。あ、そうそう、厚底靴を履いて帰りますよ。はい、カンヌの海に来てます。最高。足は砂浜でちょっと裸足で歩いてるけど、なかなか気持ちがいいですね。すごい。すごい匂いがします。オリーブ専門店だ。こうフラッシュジュースの店ですぐそこで作ってるところだ。これはラストワンだった、あなたラッキーねって言ってくださった。Thank you! Thank you very much!やったー。別だったら1ユーロからオレンジジュースをもらいました。やったー、すごい素敵、嬉しい、ラッキーだね。うん、めっちゃフレッシュ、美味しい。何の味だろう。
白い。キュウリがめちゃめちゃ強いテイストです。この色なのに全然甘くない。美味しい。何これ、めっちゃ健康的になれそう。最高だね、マーケット。こんな感じでめっちゃ賑わってます。最高。ここまで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。